Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回はゆる固定抜けた後に固定に入ると切れられた件というテーマでお送りします。今回もね、質問相談いただいてるんですけども、質問がね、異常に長かったんで説明用に物語を再構築しました。これは約1年ほど前の話。今回の主役である質問主を仮名でヒカセンのヒカルと呼びましょう。パンデモニウム煉獄編を攻略するために若葉の頃から長い付き合いであるフレンド A に固定に参加しないかと誘われたので参加することになりました。ヒカルは霊式に興味があり、その A と一緒に野良で煉獄霊式一掃を練習していたりもしていた。今回の固定のメンバーの募集方法はキャスター枠にヒカルのフレンドロドストの募集でサブタンク1名補充、残りの4名を A のフレンド、このような形でフルパーティーになり、 A が募集主のような雰囲気になりました。募集内容がどういう内容だったのかはわからないが、夜勤仕事の人、学生、生活に支障が出る持病持ち、ライフスタイルがバラバラというのもあり、全員都合のいい日にできる時にやろうと緩い感じのコンセプトで始めることになりました。その中でヒカルは当時無職だったわけですが、縁があり昔勤務していた会社に出戻りすることになりました。出戻り先は少し特殊で、定時で帰れることが珍しく、早朝出勤もあれば残業も頻繁にあり、さらには急な出張もあるような仕事でした。そのため、もしかしたら固定を休むことがあるかもしれない、もし休むことになればすぐに連絡を入れるという旨をフレンド A に X 旧 Twitter の DM で伝えたところ、そんなんで固定続けて大丈夫なの、頻繁に起きるんでしょうと返されました。ヒカルは身内で緩くやっていくものと捉えていたので、これからの仕事のことや極力固定の時間には間に合うように帰れるようにするなど A に説明しました。しかし、その後に A が固定用のディスコードサーバーで、ヒカルが仕事でこういう風になるみたいなんですけど、皆さんの意見をお願いします。と発言。それは当事者である私がメンバーに問いかけるべきでは？この流れに対しメンバーたちはリアルを優先した方がいいなど、ヒカルに意見を投げかけつつも、ヒカルは仕事の事情や時間に間に合うための努力はするなどの説明を行いました。しかし、その日の深夜、一人のメンバーからメッセージが届き、内容は、ただでさえ集まる日が少ないのに、来れなくなって固定活動がなくなったら、自分は、ああ、またか、と泣きます。というような内容の長文だった。ヒカルは、そんなこと言われても、とは思いつつ、自分が抜ければ済む話だと思い、その後固定を脱退。その後、数日にわたって、A から DM でネチネチ言われるも、ヒカルは自分の仕事がみんなと合わなくなったのが悪かったと思っていました。その後ヒカルは自分の予定と合わしながら野良で煉獄霊式に走り始めました。1層2層とクリアし、3層も予習してさあやるぞというタイミングで、偶然固定のメンバーの補充募集があり、縁があってそこに参加することになりました。固定のメンバー補充とは、すでにフルパーティーだった固定が何かしらの理由でメンバーの欠員が出た時に、公式サイトのロードストーンやフレンド経由などでできるだけ同じような進行度の人を募集して補充することを言います。なのでヒカルはおそらく3層からの攻略を一緒にスタートできる固定に参加したことになります。ヒカルは自分の仕事の都合が心配でしたが、メンバーの中に夜勤仕事の人もいるし、別の理由で時間の制約のある人もいました。ヒカル参加後はすぐにメンバーと打ち解けたことで、 X で固定の皆さんいい人だ、頑張ろうとつぶやいた。ところが数日後、 A が X の裏アカウントでもう我慢できないと発言。自分の都合で勝手に抜けたのに、霊式をやっているのもあまりいい気はしないし、野良でやっていたから見逃していたのに、なぜ1ヶ月もしないうちに新しい固定に入ったのか、しかもなぜそのことをツイートしたのか、俺たちへの当てつけかなどと投稿。しかしヒカルは新固定を続けることを決めており、新しい固定は仕事の事情を説明した上で、苦い顔されたらすぐに辞退するつもりだったものの、理解ある対応してくれていたため続けることを決意し、霊式を進行することに。ここでヒカルは疑問に思いました。緩い固定と聞いていたのに、仕事のことを話すとマイナスの面しか見られず、お気持ち表明をされて限界に来て抜けてしまった自分、そして固定を抜けた後新しい固定で活動するのは良くないことなのか。そしてヒカルは海賊キャプテントラジローにお便りを出したのであった。果たしてトラジローの見解は。
さあ、ということで話を簡単に、重要なポイントだけ要約すると、フレンド A に誘われて固定に質問主が参加したと。全員の事情を見てゆり固定の方針になったけど、まあ、質問主がね、急遽就職したっていうことで、その事情を説明しても理解を得られずに脱退と。その後別の固定に参加し、新固定の良さを X でツイート。で、A がそれを見てブチギレ。すぐに再度固定に入るのはありですかっていうことなんですけども、今回の件なぜこのようになったのかというと、身内乗りだからこそ起きた事件かと思います。フレンド A とはそこそこ長い付き合いなんで、初めて固定を組んだ人同士ではなかなか言えないことでも言えてしまうんで、今回のような流れになったのだと思います。で、質問主的にも他のメンバーも時間取りづらくねっていうふうに思ってると思うんですけども、学生はまだ時間が取りやすい方だし、夜勤の人はほとんどはね、前もっていつ働いてるかっていうのは分かってるし、生活に支障が出る持病の人であってもゲームならできるだろうと本人が判断して参加しているんだとは思います。こうなると募集主側の立場で考えると、例えば本来週5回くらい練習したいところを週3回から4回に減ってしまうし、まあ、週によってはもっと減るかもしれないけど、まあ、大体これくらいならいけるだろうというので舵を切ったのだと思います。で、そこで出てしまったのが質問主の就職。リアル優先ですし、仕事していないならね、確かにゲームだけしてる場合ではないので、働くのは優先した方がいいと思います。ただ今回の件でトラブルになった最大の原因は固定に残ろうとしたこと。前就職していた職場でどういう環境か理解してて、しかもそれが朝も早ければ夜も遅い上に急な出張もあると分かっているっていう状況で固定に残ろうとしていること自体がおかしいです。時間取れないっていうのがこれだけ分かっている状況なら、募集主の立場であれば先が不安になるっていうのも分かるし、固定ってあまりにも練習日が取れないっていう時は固定全体のモチベーションが下がっていくんで、緩い固定であっても最初と話が違ったり急に内容が変わるんであれば全員の理解を得るには難しく、話が違うじゃんってなります。なので集まる前の募集の時点でそういう内容で厳格に絞らないといけません。そしてフレンド A の募集主の立場からすると、質問主が最初と条件が大きく違う人という対象で、しかもそういう状況の職場って分かっているんであれば、なんで今霊式やろうとしているのにそういう状況に戻ったんだと疑問に思いつつも、就職することは優先した方が絶対にいいっていう思いもあって、このモヤモヤと葛藤があったからメンバーにどうするかっていうのを聞いたんだと思います。あと、質問主は自分から言うべきではと思ってても、それなら最初からね、全員読んで話するべきだし、フレンド A が募集主ポジションなら募集主からみんなに質問して聞くのは自然な流れだと思います。その後フレンド A にもメンバー全員にも状況説明したものの、やはり残ろうとしていたんで、お気持ち表明されたのもあったかもしれないですけども、簡潔にまとめるとね、無理しなくてもいいよということを言いたかったんだと思います。もし自分がその場で同じ話を聞いていたんであれば、同じようにリアル優先した方がいいよっていう話をします。そして自分が募集主ならここで2つの判断をします。1つは質問主をクビにして再補充、2つ目は質問主の仕事の様子を見て後日スタート。で、おそらく攻略そのものはまだ始まっていないので、固定としての傷は浅いんで修正が全然可能です。これが例えば霊式4層の後半の練習中とかなら、今抜けられると非常にまずいっていう時は無理にでも環境に合わせて少しずつ攻略しないと厳しいんですけども、攻略前で判断材料があるなら修正は全然可能なので、自分なら質問主をクビにします。で、クビにするっていう言葉だけ聞くと嫌に聞こえるかもですが、質問主の仕事の状況を考えるとかなり無理しないといけないだろうし、就職って生活環境がガラリと変わるんで相当なパワーを使うので、体調やメンタルの変化が大きくある以上は、いやいや、まずは仕事してもらって環境が落ち着いてからゲーム考えた方が自分のためにもいいんじゃないのって思います。そしてもしそういう無理な状況が続いたり、その上で固定が休みなどになってしまうと周りも気を使うので、かえってやりづらくなります。あと、確証がない限りは本人が頑張ると言ってもすぐに納得はしづらいと思います。なので、そういったことが起きる前にクビにして再補充する方がお互いのためにいいと思います。あとは質問主の就職の様子を見て落ち着いたところで集まって固定スタートっていうのもありますが、これ正直ね、相当理解のある身内でしか厳しいだろうし、ここまで合わせるのも正直無理があると思うので、やはり固定として活動するには無理があるんで、その後脱退して野良でうまくいってたっていう話なんで、質問主はむしろ野良攻略の方が向いていると思います。そして今回さらにトラブルに発展したのは X でつぶやいたこと。正直これは何も分からなくてやっているんなら相当考える能力がないっていうのでしょうがないんですけども、多分普通に X やってたらフォローもフォロワーも多くはゲーム内で遊んだりとか身内の人が多いと思います。
ってことはそのフレンド A や固定面が見える環境にもあるんで、直前に固定を抜けた後に固定の皆さんいい人だ頑張ろうって元固定の人が見てたらどう考えても当てつけにしか見えないです。無条件で何も聞かずにいきなりクビにされたとかいじめられたとかならまだしも、話を見る限りおそらく元を固定でも最後はねちゃんと話し合いはしてると思います。2人の関係性は細かく知らないし DM でどういうやり取りしたかは分かりませんが、その上でこんなツイートを見かけたら自分なら正直もう付き合うのもやめるレベルです。固定を抜けた後に新しく固定活動するのは全然ありだと思いますが、結局のところこの対応がトラブルの原因の一つなんで、元固定に対しての考え方や改めない限りはまた繰り返すかトラブルになると思います。一個だけ今後の対策というか知識ですが、固定は自分の目標や環境で変化していきます。もし次質問主が固定に参加するんであれば、自分の環境の条件に合わせた固定を見つけられるんで、まあ、それが新固定でうまくいった理由もあると思います。ただ身内であっても募集条件とか練習日などのルールは明確に共有して、その条件に合えば参加するっていうことはした方がいいので、身内経由でも野良経由でも自分の条件に合った固定選びをすればいいと思います。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。